一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブは2017年7月に日本再建イニシアティブを開組した非営利の独立系シンクタンクである。理事長は元朝日新聞社主筆の船橋洋一。2011年9月に設立された日本再建イニシアティブを拡大開組する形で2017年7月に発足。 アジア太平洋の平和と繁栄を追求し、地域に自由で開かれた国際秩序を構築するビジョンを描くことを目的とするシンクタンク。ミッションステートメントとして、アジア太平洋に根を下ろす独立した私的共同体を創造し、自由主義を再興して自由で開かれた国際協調主義を推進することを標榜している。前身である。 日本再建イニシアティブ時代の福島原発事故、民間事故調のように、勝手連的に調査報告を行うことが活動の定流となっている。2020年10月8日には、委員長に小林義光、委員に大田博子、笠抜博、野村修也、斉藤ウィリアム博之を迎えて発足させた、新型コロナ対応、民間臨時調査会による、 新型コロナ対応民間臨時調査会調査検証報告書を発表するアジアパシフィックイニシアティブ2019年10月3日閲覧アジアパシフィックイニシアティブ2019年10月3日閲覧新型コロナ対応民間臨時調査会日本のコロナ対応検証報告書を発表へハット ABCD 財団について理事 漢字財団について、表銀 AB 財団について、スカラーシニアフェロー、ありがとうございます。